皆さんこんにちは。こんにちは。今日は緑の歌集91ページから象列車よ走れを皆さんとご一緒に歌ってまいりたいと思います。戦争中、日本ではたくさんの動物たちが殺されることになりました。その中で名古屋にある東山動物園ではエルドーとマカニーという2頭の象が多くの人の協力で守られることになりました。象さんに会いたい、象さんに会いたい、子供たちの夢を乗せて日本全国各地から象列車が名古屋に向かって走ることになったのです。私は名古屋の東山動物園の近くで生まれ育ちました。子供の頃はよくこの話を耳にしたものです。どうぞ皆さんご一緒に歌ってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価、コメントもお待ちしております。はい、概要欄にはホームページや各種 SNS の情報が貼り付けてありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ともしびのネットショップの情報も貼り付けてあります。いろいろなグッズがありますので、ぜひチェックしてみてください。クリアファイルもあります。はい、私の CD もあります。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。